早くハルルン握手会で会いたい。私も会いたい。髪の毛切った。そう、切った髪の毛。こんばんはって、マサールこんばんは。今日の前髪はね、切ってもらったから100点前髪切ってますます可愛くて、ありがとう。はるるんこんにちはって、めっちゃ可愛いんだから、いつも以上に。嘘、嬉しい 切った髪の毛。あ、ゆきりんさんすごいショートになってたよね。見た見た、びっくりした。はるるん再販追加しました、ありがとう。そう、48枚目の願い事の持ち腐れの再販が今やっているので、ぜひぜひ皆さん会いに来てくださいな。よろしくね。今日は来たよってありがとう。チーク濃めにしよう、夜だし。あ、やべ、撮影はないですよ。もうおしましではなく、しみれはるるんにて、ありがとう、嬉しい。なんで美人が星なんだって、褒めてくれてんのに NG になんの。いや、それは辛いな。美人が星は辛いかな。配信再販どうしよう、予定が分かんないなーって。おお、マジか。まあ来れたらぜひぜひ会いに来てね。ひらがなじゃない、ダメなんは。なんでやろ。みんな打ててるみんな打ててるけどみんな打ててるでみんな打ててますよ。髪型と太陽光で雰囲気変わるねって。太陽光じゃないよこれ、ライトです握手券取ってから考えよう、そうしようって。それは橋さんがね今日可愛くねって、嬉しい、ありがとう。髪の毛切った、八分に行くからねって、優しいか。ジュエライトちゃう、いつも使ってるライトだよ。ハルルンインクしてっていいよ。そう、いつも使ってるライトだよ。美人可愛いって、ありがとう。食レポハルルン親父来たでって、見た蛍光灯って、え、わかんない、普通にいつも使ってるライト。え、あの場所も変わんない、だから昨日と変わんないはずやねんけどさ。ハルルン久しぶりって、久しぶり。べっぴんさんって、本当に嬉しい。虹色セトリップ見たよって、ありがとう。ハルルン相変わらず可愛いって、嬉しいね。今日めっちゃ褒められる、どうしよう。僕覚えてるって、覚えてるよ。マスキングテープのうちは持って帰ったって、そう、持って帰った。あげようか、みんなにあげたいぐらいやねんけど、サインも書いてるし。広島のテレビ見られへんのつらるすぎって、確かにね、広島のテレビに映ることが多いもんね、きっと。ストリップ倉敷人として感激しました。おお、イエーイ、いいねいいね、楽しかったよ。スイカ食べたいって、わかる。また来たよって、ありがとう。マサールありがとう。よいしょ、出遅れたって、おはよう。再販2枚応募しといてよって、ありがとう、嬉しい。ウレピオ、今日広島暑かったって、暑い。前髪、黒髪でカメラの露出が赤って明るくなってるのかなって、髪の色変えてないんやけどね。なんでやろ、なんかたまにいい時あるやんな、写り色白。本当に見たいけど関東済みって、あら、可愛すぎてこじらせそうって、こじらせちゃえ。初見ですけど星投げていいですかって、アグネスちゃん、アグネスちゃん仲良くしてください。星様ぜひ投げてもいいよ、全然仲良くしてんね、普通に。マサフミさんありがとう。倉敷地区の昨日の放送で言ってた場所行かないといけんねって、ああ美味しかったよ本当に。あれ、ハルラン握手券15枚買ってるからねって、おお15回会える、イエーイ幸せのプリン2週間後って、8月2日くらいって、いつだろう。3日前ぐらいに撮影したから、うん、それぐらいかな髪の毛たまに茶色に見える、そう、ライトによっては茶色に見える、
そう、抜けてきてるんだよね。いつ見ても釣られるって、それはありがたい。こんばんみーって、こんばいみー、イノシシどんな味って。イノシシはね、結構噛み応えがあった、美味しかったよ。そう、撮影、あれはね、あの時は撮影してすぐに放送した。うん、本当に撮影してすぐ放送した。2日後ぐらいに放送した。昔イノシシ食べたことあるって。本当に TKG 食べたら美味しいよ。美味しかったよ、本当に。めっちゃ美味しかった。私さ、あそこ行ってみたいの。大阪のさ、大阪のあれ、熊の焼き鳥、あそこの TKG も食べてみたい。美味しかったけど、あそこの TKG めっちゃ、そう、よくインスタにあるの。連れて行くから一緒に行こうって。本当に、なんかね、よくインスタに載ってる女の子が。聞いたことある？初見です、かわいいって。ゆかさん、ありがとう、嬉しいよ。なんかね、インスタに載ってる。癖すごくないって。本当に、そうなん？え、行ったことないの？行ってみたいの。だからめっちゃ行ってみたい。サンプラザって何？何、広島サンプラザって。なんかさ、なんかめっちゃ、え、卵かけご飯大好き、大好きやけど、熊野なんちゃらってとこ、黄身が割れへんくて有名やねん。なんかすごいフォークみたいなやつがあんねんけど、大阪のとこめっちゃ有名っていうか、インスタグラムでめっちゃ流行ってた。なんかね、黄身こうやって潰しても潰しても割れへんねん。あそこ行ってみたい。しかも予約取れへんみたいな、会員制かなんか。あれ超インスタで見る。なんかみんなインスタに載せてていいなって思う。会員制みたいだよね。あれ49じゃなくて48の再販なのって。そう、48の再販。はじめましてって、キミさんはじめまして、よろしくね、仲良くしてね。8月行かない予定だったけど、再販取ったから春に会いに。うわー、嬉しい嬉しい。こだわりの醤油あるって。甘いのが好き、インスタ映えするやつって。そう、動画でよく載せてる。はるしゃん、初めてできました。はるしゃん、私もはるしゃんだよ、一緒、イエーイ。醤油は重要って。醤油は甘めが好き。関西人は甘めが好きだよ。今日のハルルンは可愛いよって。うん、ありがとう、嬉しいよ。田舎だったら黄身が強いの結構多い。へー、いいな、いいな。つまんでご飯みたい。そう、つまんでもらえないやつ。大阪出身なんですね。私大阪大好きです。嬉しい。そう、大阪楽しいよ。広島も楽しいけど。ツナサラダさん、こんばんはって。大阪のおすすめグルメ教えてって。おすすめグルメ、今言ったやつ行ってみたい。今言ったやつ行ってみたい。熊の焼き鳥ググったらめっちゃ美味しそう。でしょ、めっちゃ美味しそうなの。10月まで会えないと嘆いてたけど、再販来たって。ハルルに会える、嘘、嬉しい、会いに来てね。そう、でしょ、美味しそうでしょ。めっちゃ行ってみたいの。インスタでね、めっちゃみんな載せてるからいいなと思って。おひさーって、おひさー、ななぎささん、大阪行くのでって。いいな、いいな。大阪の人ってたこ焼きみんな持ってるの。たこ焼き器持ってるけどさ、大阪ってさ、他のとこと違ってさ、あ、やめろって、千葉よって、ありがとう。あのさ、他のとこと違って、結構ほんまに家の近くに、誰の家でもどこ住んでても、大体家の近くにたこ焼き屋さんが何軒かあるので、しかも安いのだから、めっちゃみんな買うよ、しょっちゅう。私超買う、たこ焼き超買ってたよ、大阪いる時。週1ぐらいで食べてた、少なくとも。わかるよね。でもね、他のとこ行ったらね、やっぱりたこ焼き屋さんって少ない。東京はね、まだましある、なんかちらほらあるけど。 STU 詳しくなかったけど、押したくなりました。そう、嬉しい、ぜひぜひ押してね。関西人だからたこ焼き好き好き。大阪のたこ焼きはね、東京と違ってね、全体的にふわふわしてる、ふわふわトロトロしてる。東京のってね、外が結構揚げてあるからサクッてしてるの。それがあんまない。200円ぐらいで売ってるとこは売ってる。でももうちょい高いんちゃうかな。長崎ちゃんぽん美味しいよって、あんま食べたことない。大阪のたこ焼き食べてから関東のたこ焼き食べると強すぎる、大阪のたこ焼きって。
本当に大阪のたこ焼き好き。好み分かれるよね。私関西のたこ焼きが好きやけど。しゅんさん久しぶりありがとう。8月初旬大阪行くよ。わなかのたこ焼き好き。本当にわなかのたこ焼きあんま食べたことないんだけどね。りょうちゃんありがとう。明石焼きも美味しい。幸せのプリンの美味しかったとこ覚えてるって。美味しかったこと覚えてるよ。生姜な生焼けギリのお店もあるけどって。本当にたこ焼き、うん、何なんだ。前髪どうやって作ってんの。今日切ってもらった。でもいつもストレートアイロンで巻いてるよ。必ず大阪行ったらわなか行くねって。本当に。はるるん今日も可愛いよって。アイポンさんありがとう、嬉しい。必ず大阪行ったら読んだな。たこ焼きとご飯って一緒に食べるの。私結構一緒に食べる。握手会どうやったって。結構前の質問やな。楽しかったよ。来週の広島の握手会行くねって。ありがとう。絶対的釣りし。じゃあ来てね。じゃあ遊びに来て。あやなんさんに見てる。昨日ショールーム見て面白かったから今日も見に来て。ありがとう、くるくるパーさん。くるくるパーって、タタ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 てってってるるるって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 るるるって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 るるる。フォローしました。これから見に来るねって。嬉しい、ありがとう。仲良くしてね。女の子かな。ネギ持ってこなって。ほんまや。達也さんこんにちは。声が遅れて聞こえて来るよ。ダンスは順調って。順調だよ。コメントにあった。9月の大阪行くよって。ありがとう、嬉しい。イエーイ。再販予定の紙はないのって。ない、初見ですって。ありがとう、来てくれて。仲良くしてね。 STA メンバーでツイッターやらないのって。できない、まだやらせてくれてません。やらないのって。やりたいけどね。握手会釣ってなって。ありがとう、来てくれるんや、嬉しい。初見です。プニチャリンでよー。プニチャリンよろしくね。明日はるるんいないので参加しませんって。ん、明日なんかあんの。明日まだ許可出ないでしょって。出ない。 STU はうちは私ないのって。わかんないわかんない。 Twitter 始まったらフォローしてくれる。ありがとう、初見です、よろしくですって。よろしく。あ、浴衣祭りなんだ明日。へえ、はるるんというか STU 全員出ないんじゃないかな。うん、こんばんはって。こんばんは。9月9日大阪のスペシャルステージ撮ったから楽しみにしてるって。あ、ほんまに。初見多いの俺もだけどって。ありがとう、嬉しいよ。広島からって。嘘、広島から見てるの。はるるん浴衣配信って持ってないです。シュートサインの握手会だからねって。そりゃ参加しやんわ。ズッキュンしてって。ズッキュン。小宮山遥香さんに似てる。本当ですか、嬉しい。ゆきりんさんとミルキーさんのハートの独占欲歌ってくださいって。タタ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 タ。キングさんありがとう、嬉しい。ありがとう、来てくれて。花火よりハルーンの方が綺麗。花火と比べて嬉しい。 STA のセンター狙ってますかって。センターで狙ってないんです。一番人気になりたいです。
STU は夏休みに合宿とかしないの？そんな予定ないよ。私の憧れの先輩は渡辺美雪さんです。若い頃のミルキーさんにそっくり。それ嬉しい。めっちゃずっと押してたから。再販当選しますようにって。ありがとう。マサールありがとう。ちゃうのって。何がレスポンス早いなーって。だろう。ヨーヨーと金魚すくい、どっちが好き？金魚すくい。ズッキュン本家超えたーん。誰で？今夜夜勤だから名前呼んで。夜勤握手いやー握手ねー。来てほしいから。やだ嘘。いいよ。はい、ありがとう。ゆきりんみたいにショートにしたことあるよ。こんばんはーって。ゆりりんこんばんは。お祭りで絶対行く屋台あるって。お祭りで絶対行く屋台、いちご飴。ミルキーさん似てる。嬉しい。声がいいねって。ありがとう。今年夏祭り行くって。行かない。ちょうど地元でお祭りやってるって。いいねいちご飴最高すぎるよね。いちご飴大好き。りんご飴はちょっと時間かかるから、私いちご飴食べる。いつも握手会はミルキーの T シャツ着ていきます。嘘、めっちゃいいねそれ。コメント流れるの遅いって。イエーイ。じゃあ全部読めるね。いちご飴って何って。りんご飴のいちごバージョン。わたあめ好き。あ、うちの町内も祭りだわって。多いねお祭り。土曜だからかな。仲いい子はみんな仲いいよ。オーディションの時ぐらいぶりにショールーム。そう、ありがとう。カラカラ山さんありがとう。来てくれて嬉しい。ミルキーさん2世目指してるのって。ミルキーさんみたいに握手会で女王にはなりたいです。原宿の綿飴食べたことあるって。ないないない。あれもしかして飴村にもあるやつ、色ついてるやつ、くるくるで大きくて。チョコバナナ派ですって。チョコバナナ派。嘘、チョコバナナも好きやで。でも溶けそうこの季節。ピザマンと肉まんどっちが好き？肉まん。アメ村にもあるんだねって。あるある。明日 AKB グループの浴衣祭りだった。あ、だからお祭りの話してるんだね。いいね、みんな気分は浴衣祭りって。ハルル毎回配信楽しみですって。嬉しい。インスタ漏れるやつなって。それな、関西弁かわいいねって。ありがとう釣り師ほんまにガチの釣りした時フグ釣ったことあるで。それ魚出へんやつ。はい北にラーメン綿ラーメン入れる店ある、ほんまにNMB に兼任で来てほしいって歌ってって。何を知ってる？フグ釣れる日って魚出やんらしいよ。フグ釣れるやつ、釣れる日ってな、魚釣られへんやつ、釣られへん日だし。今の角度めっちゃミルキーに入れた。嬉しい。沖縄予定行く予定だったから広島すごく楽しみって。おお、いいね。フグおととい食べた。めっちゃいいやん。お金持ちいい、お金持ちいい。そうなのかって。そうやで、釣りでフグ釣れたら、ちっちゃいフグ釣れてんけど、釣りでフグ釣れたらなんかその日は魚が出ない日らしい。フグが釣れる日はなんか魚出やん日って言ってた。よっよっ。行ってみたい都道府県は北海道また握手会行って。来て来て、めっちゃ来てほしい。夏に大阪と名古屋行くんだって。いいなーいいな。フグ怖くて食べたことないって。マジ？春ルンルンギャグあげるって。ルン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 春ルンルンって滑ったらな、滑ったらあなたのせいにするね。フクロウカフェ行くって。フクロウカフェ怖そう。また行くねって。嬉しい。魚介料理大丈夫なのって。私結構何でも大丈夫。食べれないものほとんどない。ないよ料理しながら見てるよって。女子力高い。いちごさん初見ですって。ありがとう、嬉しい。 M ヤンマさん初見です、頑張ってくださいって。応援ありがとう。よかったら一緒に応援してね。お願い、お願い熱いって。めっちゃコメント返してくれる。ハルル優しいって。ありがとう。こんにちは、いたこさん。
いた。こ。ギャグ言ってて、おーのーさのー。お寿司はわさび抜きでしょって、わさびありはー。じゃねー。了解です。って嘘、優しい。頼んだら応援してくれた。めっちゃ優しいやん。頼んだら応援してくれるねんて。じゃあ頼もう。なあ、みんなお願い。私の応援して。握手会遊びに来て。お願い。着たい浴衣あるって。持ってたのは黄色地の金魚の浴衣だったよ。ココテンのラジオネーム。何だっけ、どんなやったっけ、ラジオネームどんなやったっけ。応援はします、ありがとう。ラジオネームどんなやったっけ。 DJ のどんなやったっけ。ほんまに1年後には人気者で握手券取られへんかもな。やって、1年後には人気者で握手券取られへんかもな。やって、今のうちにみんな言っといた方がいいんちゃう。マカロンさん置いてやすーって。あー、ラジオネームちょっと気になる。ちょっと、DJ かけて恋のリクエストお願い。ドド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 ドララ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 ラ。ああ、わかった。もやっとなくなった。スッキリ。ダーリンダーリン、ちょっと待って、青い月が見てるじゃない。ダーリンダーリン、ちょっと待って、ヤシの木陰隠れましょダーリン。おー、トゥ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 どうでもいい明日の天気予想したりして、月ちょっとぐらいだな。ぬぬ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 ぬ、帰ろうとしてあら、タランタランタラン。え、ここ点やりたい、ここ点がいい、ここ点やりたい。次の仕事が決まってるのに今の会社がこねてきた人気者。歌声めっちゃ好き、ありがとう、嬉しい。ここ点やりたい、ここ点やりたい、とにかく可愛いって嬉しい、ありがとう、応援してね。ここ点だったらやばいってね、テンション上がるね。ジッパーがいい、ユニットはジッパーがいい。ここ点センターにあったここ点はミルキーさんの位置がいい。歌詞はね覚えてない。好きな公演はここ点好き、でも他も好きよ。うん、シアターの女神も好きだし、青い月が見てる境って、それふーちゃんさん境。デビューしてから気になってますって、ありがとうございます。まだデビューはしてないんですけどね。11月1日デビュー予定なので、ぜひぜひ気になっててくださいね。占うてよサクシーのモノマネねって、サシャーさんのモノマネがどんなんかわからん。何やったっけ昔のサシャーさんの、あの、NMB48 以外ここ点
の流出はないです。そうなんですか。8月の幕張お盆だから行けるかもなの。そう、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。10月まで待てない、私も待てないよ。それでも好きだよ、大きな声で言って、ネガティブな私にもちゃんと伝えるように、それでも好きだよ、上手に伝えてよ、私だけじっと見つけて見つめてた、まさあもう一度好きだよ、好きだよ。いいって言う人だっているやん。まあ、カラオケじゃないと歌詞はね私覚えてないので、高いって、そう声がねもともと高いんですよ。でもね高い声が出ないんですよ。じゃあ岐阜からまれに大阪に行きますよ。嘘、大阪いいでしょう。こんばんはって、タッチこんばんは、家事お手伝いするからまた来るねって。家事のお手伝いしてるの、えらいね、頑張ってね。毎日配信見てた、早く会いたくなるのも、8月当たったら報告するねって。当たるよ。劇場は制作してるのって、それね、あの支配人さんとかに聞いてください。私は全然わからないです、メンバーわかんないです。はるかちゃんこんにちはって、こんばんは、初めましてから3日連続来ました。おー、なあさん意識高い。はるるんこんばんは、今日もかわいいってありがとう。メンバーと肝試し配信してほしいって、肝試しってくらいから映らへんよねって。もんちゃんこんばんはって、こんばんは、劇場よりシングルが早い、すごいねって。変わってるよね。この前の君好き最後辛そうやったなって、そう声出へんの高い声。はるるん白のヒルクも似合うけどやっぱピンクも似合うって、本当に嬉しい、ありがとう。俺も8月生まれだから、この再販は誕生日プレゼントだーって、イエーイ、誕生日プレゼントだ、ハッピーバースデー、いい1年にしてねーって。まだ早い、身長を開けてほしいって、やだー。予想外に頭のいい返し、おったまげーって。音域が狭いのかなーって、低い声の方が出るの、男の人の声の方が歌いやすい。みゆさんはじめまして、よろしくね。みゆさんよろしくね、仲良くしてね、応援してね。見たい映画は銀魂です。今日のお洋服はどこのテロジスポットだよん。ハルルのランウェイ服が似合いすぎて、お揃い風で握手会行っても、来て来て。でも私そういやカンコレ出たかったな。ナンバ最高ですよって、めっちゃ好きやで、大阪ハマりましたって。嘘、イエーイ、こんにちは、はじめましてって。ゆうとさんはじめまして、よろしくね。美人、え、実物はもっと可愛いよって、それ声を大にして言って、それもう超広めといて。超絶超絶広めといて。そう、その情報大事やから、握手会来てくれるか来てくれへんかにかかってるから。吉田あかりプラス渡辺美由紀かけ割る2かかける2やった、私どんだけおんねんみたいな。おー、髪がいつもと違うか、美人であるのは変わりない。そう、切ったのよく気づいたねーって。今日 iPhone7 でやってるって。嘘、私 iPhone5S でやってるよ。7はこっちにあるからね。そう、前髪を切ったんですよ、目にかかるから。5S 懐かしいでしょ。 5S のね画質の方がなんか好きなんだ、あんま良すぎないっていう。来たよーって、大ちゃんありがとう。今日はハルルのこと友達に紹介しちゃいました。おー、めっちゃいいじゃん、ありがとう。8月16日に吉田あかりさんと同じ誕生日。そう、私同じ誕生日なの。祝って呼んで、祝。旦那にこの子の握手会行くのって写真見せたら、めっちゃ可愛いやんって興奮してたって。ほーい、旦那さんに見せなんか嬉しいな、そうやって。友達がハルルン推しって、みゆさんありがとう、一緒に推してくれませんか。前まではアンドロイドって、アンドロイドの方がねすごい機能はいいらしいね。でも iPhone の方が使いやすい、どっちもいいよね、人によってね。フォーカスがかかってぼやけ気味なのがいいのかなって、そうなんだよ、うちも推すよって。優しい、ありがとう。乃木坂好きって、乃木坂さん大好きです、私大好きです。本当の可愛いねって、本当のありがとう。ポニーテールしてって、今日はポニーテールしない。ラムネこんばんは、乃木坂誰推しって、白石麻衣さんです。
って、ありがとう、友達連れてハルルに会いに行くよって嬉しい。なんかみんな友達と一緒に来てくれるの嬉しいな。で友達も気になってくれたりして一緒に応援してくれて楽しそうなの見ると嬉しい。私ね、ちょっと聞いてください。私ね、あのファンの方とかでね、なんかね、あの握手会後とかさ、なんかみんなでご飯食べてなんか打ち上げみたいな感じで乾杯みたいなしてるのさ、見てたらさ、めっちゃ幸せな気分になるの。あれめっちゃ好きなんかもう楽しんでるなーみたいな、 あれ見てるの好きなんか幸せな気分になる。なんか現地のいろんな地方に行って、わかる？オフ会、そうそうそう、いろんな地方に行って、なんかそこで美味しいもの食べたりして、みんなでわちゃわちゃして楽しそうに応援してくれてるの見たら参加したいよ。え、超参加したい。そんな、え、めっちゃ参加したいなと思いながら見てる。めっちゃ羨ましいなと思ってる、いつも見ながら。みんなでご飯食べに行ったりね、楽しそうだよね、共通の趣味。そう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 、それで今日の握手会のことを話すみたいな、え、超楽しいやんって思う。今もオタクと仙台で牛タン食べてるなって、めっちゃ楽しいやんそれ、絶対いいな、いいな。なんかそういうの見てると参加したいなっていつも思う。握手会を知らない人と仲良くなれるからね。そう、こういう同じ趣味をきっかけにそうやって話してたりして遊びに行ってるのいいよね。のぎおだやけど最近 STU 気になってきたって、シュクさんを押して押して NMB のファンの頃はなかった、しなかったよ。あったよ、めっちゃ遊びに行ったよ。あ、でもまだその時は未成年やから、そんなご飯とかは行ってないけど、その会場で、トレーディングエリアでおしゃべりしたりはした。はるかちゃんってはるかちゃんだよ、でも可愛らない方かな、私のはるかは。よろしくね、覚えてねST の握手会関西でやってほしいなって、やるよ。今ね、再販受付中だよ。キャラーニというサイトで再販受付中です。インテックス大阪でやります。関西だよ。関東やるって、やるよ。8月に幕張メッセで今応募してるのはやります。可愛いと聞いて初めて来ました。可愛いよりすごく綺麗だったって、ふふこんにちはって、もちろん再販増やしたったって、ありがとう、北海道だよって。マジ北海道は行かへんね、さすがに。北海道はでっかいどーって。アイドルになる前は何してたのって、アパレルしてましたスタイリストもしたりしてましたよ。地方行って食べたいものある？イクラとウニ。握手会レーンに1時間並んで7秒はきついて、大丈夫、今の私なら1時間並びません。今はすぐ行けます、すぐ行けます、すぐ来てすぐ握手できます。今キャラにで買っていただいた方はすぐ来てすぐ握手できます。今だけやけどな、1年後は人気になったるからな、1年後は1時間待ちになったるからな。こんばんは、かわいいですねって、こんばんは、ありがとう。ウニとハルルンが好き、やった、ウニと並んだST を知って推しメンがはるかさんです。おー、本当に嬉しい、ごめん全部読めなかった。え、何歳な、初心者ですまーって、21歳。いつ行くか、今でしょ、今でしょ、今でしょ、今のうちにハルルに握手するって、本当にぜひぜひ。行列には並びたくない派です。じゃあ今のうちだね。いくらと俺どっちが好きって、うーん、いくら、嘘嘘、冗談、カッキーやでカッキーやでウケるウケる乃木岡、乃木岡の宿です、覚えてて。あ、 ST 太田の宿さん、え、佐野遥香太の宿さん、あ、覚えた覚えた、オッケーってやりますなーって。いくら強しって、いくら超強いからな、いくら最強やからな。今私世の中でいくらちょっと上位におるから、1位ぐらいやから。いくらはうまいよねって、うまいいくら大好きってね、美味しいよね。カ
蠣好きって、蠣はねあんまり食べない、自ら。でも別に嫌いではない、イクラに負けないぞってそうやね、イクラよりみんなの方が好き。だってイクラは応援してくれへんけど、みんな応援してくれるもん。イクラはお金払って食べなあかんからイクラ食べれないって。そうなあ、おこちゃまだな正面は打倒イクラねって、当面は打倒イクラ、大丈夫、すぐ勝てるね。イクラはな応援してくれへんから。だってイクラはな、私のな力になってくれるかもしれへんけどな、別にイクラがおらんくても生きていけるもん。私みんながおらんと生きていかれへんけど、イクラはおらんくても生きていけるもんだから大丈夫、勝ってるで。あのさ、いくらっておいくらってコメント拾ってもいいねんけどさ、私が滑ったみたいになるやん。だからさ、ちょっとさ、ちょっとさ、私が滑ったみたいになるやん。俺いくつに見えるって文字だけじゃわかんないかな。よし、握手券買おうって、ありがとう。同い年やわって、大学4年です、祝って。あれやんな、自己アピール激しいな、祝って。スメタノブルンが謝るわって、イクラちゃんパップバーって、ファンの皆さんイクラ俺ウケるウケる、それはそれはウケる。スメタハルルンって、同じく同学年ですって、本当によろしくね。いくらコメント結構拾うねっていうか、いくらのコメントがほとんどやからな、拾ったらいくらコメントが多くなんねんな多分。ちりめんラジオって見て聞いてる？夏でも春るんって聞いてる？ちりめんラジオ面白いねあれ。ね、私聞いてないけど私聞けてないけど、ちょっと聞けてなかった。今日だねって、あ今日なんや、知らなかった。前髪バッチリだねって、そう切ってきた。イクラの次に好きなのはって、ウニとイクラが同率かな。ハルルンこんばんはって、コロマージさんこんばんは。アピールコメント聞いた？本当に？東京だと聞けないよって、あそっかそっか。はるかさんを知ったばかり、ニックネームはなんて呼ばれてるのって、ハルルンだよ。コメント返しが ST ナンバーワンって、あそれちょっとあれやな、じゃ あの売りにしていこうかな。九条まゆです、こんにちはって、ご自己紹介ありがとうございます。まゆちゃんよろしくね。はるるん ST のメンバーとお出かけするのって、うん、たまにするよ。寿司や海鮮が好きなのかなって、好き。メンバー発表されてたよって、そうなんだ。今日もちりめんパーティーは今村美月ちゃんと峰吉ありさちゃんです、だってみんな聞いてねST のおしめ迷う中って、あら仲いいメンバーはって、みんな仲いいよ。こんなに早く返す人いないねって、適当だからね食レポとコメント返すのハルルンです。そう、食レポのハルルンです瀬戸内の声歌って、いつもそこに来て君と語った夢はどめどなく溢れてもどかしい、過ぎてゆく青春の日々、自分は何を残せるのだろう。はい、いいとこで終わる。昨日、うん、歌ってくれてありがとうの曲だけど、押しちゃおうかな。押しちゃえ、メジャー楽しみって、デビュー11月1日です。綺麗な声って、春菜は嫌いって、あー小島春菜さんですか。めちゃくちゃ好きです、大好きです、本当に憧れてます。続きはまた来週っていい歌声でした、ありがとう。食レポ最高だったよって、丸ごとモンボヘの美味しさが伝わったって、あれ着るの上手でしょ、着るの上手でしたでしょ。コメント職人になるわって、マジいっぱいコメントしてね、私のハルルンの
私の友達にめっちゃ似てるってそれ喜んでいいのかどうなのか分かんないやいいとこで終わるって、ありがとうアルルン、いい呼び名って素敵、ありがとう、ミルキーさん似てる、嬉しい、こんばんは、日露瀬トリップ YouTube で見ましたって、ありがとう、嬉しいよ、食レポこっちで見れないって、何時までって、今日は7時半までしかやらないです、あ似てるって、あありがとう、ハルルの実物はもっと可愛いです。それね、声を大にしていろんなとこで言ってきて、もう叫んでくれてもいいよ。毎日毎日可愛いな、ありがとう。ハルルの3日前のカラオケ配信の歌声好きだわーって嬉しいわー。やめろってさんに送ってあげたいって、何が、私のコメントでね、個人的会話はやめましょうね、できるだけみんなが分かる会話をしましょう。ハルルンは誰をし、ハルンってハルルンテストしていいかなってなんの、私毎日ハルルン可愛いってツイッターで言ってる、嘘、見てる、ありがとう、嬉しいよ、嬉しいよ、お8月11日、12日、13日、幕張、9月10日、大阪、握手会の CD を販売、再配しています。ぜひ会いに来てね。だって。優しい、ありがとう。実物が見たいって、ぜひぜひ。友達にはめっちゃ言ってるよって、ありがとう。セトリップ見れないって言ってたからって。あ、見れないんだ。あらもう。ええねえって。ツイッターでハルルの話をしたことがないって、おいおい、ハルルは STU1 かわいい、ありがとう、握手券増やしてよって、ありがとう、佐野の握手は他とはどう違うのって、距離が近いですツイッターおるんかって、ツイッターはいないよ、見てる、エゴさしてにゃふーって、実物はどんな香りって、シャンプーの香りでよシャンプーの香りのボディミスト使ってるからねフ手汗の量は、ナンバーワンです、 AKB グループナンバーワンと自負しております。ハルルはアイドル一かわいいよって、優しいね、ありがとう。手汗が漏れなくついてきますって、ゼロ距離すぎて照れましたって、照れられた、シャンプー何使ってるって、覚えてない、秋元先生の印象はって、表現力の天才ってか天才ですね、はい、でも私もみんなと同じイメージしかない、テレビで見たあれしかない、実際あったって言ってもほとんど会ってないから。佐野遥をつけてつぶやいてねって、そう、握手会のレポはね、でもね STU48 ってつけてね、つぶやいてくれたら嬉しい広まるかなみたいな、そっちの方が。そんなに手汗があってやばいよ、こんばんはるって、こんばんはる、ツイッターしてるのって、ツイッターもしてないよ、ツイッターしてないよ、検索してるだけ、ツイッターはしてないです、名前とグループ名はセットでねって、すごい、ありがとう。皆さんのハルルの握手会のレポ見るとハルルン神対応って、おー見てくれたんだ、優しいね、レポ書いてなかったって、おい、コメント全部読んでないです、別に選んで読んでるわけじゃないです、目に入ったのを適当に読んでます、なので目に入りやすい人はなんか何個か読んじゃうけど気にしないでください。今日配信早いねって、そう、視力あんま良くないよ、でも30分に終わる、踊ってみたって可愛い、分かってるよって、ありがとう。指原パイセンはどうって、私指原さん大好き、 めっちゃ仲良くしておいしい、指原さんは本当に尊敬してるし、指原さんが STU に来てくれてめっちゃ嬉しい、仲良くしたい人ナンバーワン。心強いねって、そう嬉しい、お友達もハルルンって呼んでるのって、本当に
手汗すごいのってすごいよ、めっちゃ時々エゴサ書いてるよって。嘘、明日って STU いないのねって。おー、いないよ、浴衣でしょ。ミルキーにの子だって嬉しい、ありがとう。ミルキーさん大好き。サチャーさんの次に1位になってねって。おー目つぶって聞くと声がユミリンに似てる。本当に初めて言われた。サチャーさんを超えてゆけんって。まあでもね、サチャーさんはまたなんだろう、まあ、別格の人だから。私は見習うとこは見習っていきたいと思います。推しにハルルのこと話したらどうだったってがっつり聞かれたよ。本当に一回の握手会であっという間すぎてって。おー、いいね。親の中ではハルルがいつも1位って。ありがとう。今日も可愛いなって、ありがとう。来年の総選挙は何位に入りたいってランクインできたらいいなって思うけど、また来年の総選挙のある時期の自分の状況を見て考えたいです。それはハルルンヤッホーって。ヤッホー、クルスさん、よっしゃ。私祝は乃木太やけど STU はそのある顔していこう。おお、推し変気にしやで。それは私の中ではダントツハルルンがナンバーワンで、ありがとう。お好み焼きは大阪広島、それは言われへん。日曜の朝からアニメ特選ヒーロー見てるのって。私見てない。通りすがりですが福原遥に似てる気がする。本当ですか、嬉しいな。応援してください。よかったら仲良くしてね。大阪出身って、大阪出身だよ。やーってカオタンさん、やーハルルンがいっちゃんかわいいよーって。それカタカナ、韓国カタカナで書かなきゃ。ハルルンがいっちゃんかわいいよーって。それは言われん、なんだなんだ。推し変禁止は絶対そうやね。推し増しは OK やけど推し変はダメや。推し変はダメだよ。推し増しはいいけど。ホテートグループナンバーワンあるか目指して頑張れて、ありがとう。モノマネできるって何でも、あの似てないモノマネ、似てなモノマネなら得意ですよ。お好み焼きの話って、あ、それは言われへんな。マキさんありがとう。お好み焼きの話は突っ込まれへん。先に謝っとこう。推し変したらスマート許さへん。めっちゃ恨むで。ハルルンも女子力上げて知名度上げるのかなって。あ、でも女の子に好かれるのは嬉しいですよね。大阪の西野奈々さんみたいになりたいですね。確かに歯並び綺麗でありがとう。今の顔って怖かったって。フォローしましたありがとう。いえいえこちらこそって。さっき職場の人にハルルン覗かれたって、イエーイ。職場の人イエーイ。許さへんに釣られた。お、やった、ちょっとっと。西野七瀬さん家近所やったりするって。しない。ハルルンこんばんはって。わかんない、西野七瀬さんの家がわかんないです。ハルルンに推しですけどいいですかって。推しにな、何番とかないんや。推しはみんな一番なんや。大逆転って隣のレーン行って怒られそうって。怒らんよ別に。いいこと言うやん。好きな食べ物はお寿司。サノッチいつもカレーの匂いする。私カレー食べれませんあんまり。普段あんまり食べません。ドッジボールやったらガチ勢そうで。ドッジボール超好き好き好き。ハルルンが一番、推しが一人とは言ってない。そう、それでいいんや、それでいいんや。あのな、番号なんて人につけるもんじゃないねん。番号は全員一緒でいいねん。一番っていう言葉は結婚するときに奥さんに使ってあげてね。一押しを決めないスタイル、イエーイ。それが一番平和でいいスタイルや。この世の中から数字を消そうって。そうや、数字を消そう。会いたいから会いに行くのです。ありがとう。コテニャンこんばんは。名言って言ってくれた。
つもその角度で配信してたわけって。そうだよ、いつもとカメラの角度は変わってない。あのカメラ抜いても機械はそのままにしてるからね、配信機械は。ゆんなさんこんばんはって、いい角度本当に。あ、でも今これが楽やから、この姿勢でやってる。左に寄ってるのはそう、一番の人に出会えてない、私が一番の人になりましょうかって。佐野ちゃん美人やねって、星になるかなって。ならんかったね今日はすみっこはるるん。そう、すみっこ暮らしのはるるんだよ。会いたい時会いに行けなかったら卒業した時後悔。そうだよ、今のうち会いに行かないと卒業した時後悔するよ。卒業はする予定ないけど友達になってって、あ、まずあの会うことから始めましょう。なんだ美女ならいいんかいって。会いたい時が会うべき。そうやで、会いたいと思った時が会うタイミングだと思いますよ。宮本さんこんばんは。順調に2番目まで上がってきた。イエーイ、エリート街道やな。頭の回転早いよなって、ありがとう。うまい握手会へのご招待って。そうやね、今握手会ちょうどね、募集してますからね。船酔い大丈夫、ちょっと顔が青くなるぐらいかな。こんばんはカズさん、よく通りますねって。声ありがとう。春ると結婚する人はいろいろ大変そうやなって。そうだよ、大変だよ、大変だよ、やめといた方がいいよ。ハルルマジで釣り師やなって、釣られてうん覚悟しますって人が何人かいるけど、私何人と結婚できるんやろ一切タフ性でいく。ハルキ歌ってって、ワルルな釣り針飲み込んでますって。もう出えへんようにしといてな。熊本来たことあるって。あ、ある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 、馬刺し大好き。今日は何して過ごして、ヒミトゥー、好きになれば大変でも大丈夫って。何があってもへこたれない日替わり制でって。ほんまに私そんなにチャラくないで船で歌うの大変そうね。どんなになるんでしょうね。今来た、こんばんはって。こんばんは、実は熊本と誕生日一緒って。マジすごいね。白とピンクが似合うって。私白とピンク好き。はるるん関西弁喋るって。思いっきし関西弁やで、せやで。はるるん耳出してみてって。耳暑さ対策ってなんかしてるって。うん、基本あんまりね暑がりじゃないので大丈夫だよ。今日も可愛いねって、ありがとう。生年月日はって、1995年8月16日生まれです。耳出すと色っぽいねって。そう、たまに目洗ってない時ある。それコンタクトのせいだと思うな目悪いからね。上の人見てるのかい、美人が NG で亡くなったって。あ、本当に？それ偶然じゃないかな。サインで考えたって。次の言葉にもよるし。サインはね、あるよ。考えたよ。サイン会がね、49枚目のシングルあるんですよ。まあ、その時にお見せしますね。普通に、ハルルの握手券取ったけど、おしましでも行きたいよ。ぜひぜひ。よし、おいて、耳大きくないって。耳大きい？マジ？顔が小さいって言って、そういう時は。今日も美人だねって、ありがとう。楽しみすぎるって、わーい。サイン会とツーショット両方狙っていくねって。やった。耳を出すとお色気出るのかなって、うん、初見だって。レオさんありがとう。あれサイン注文したかな。やばいやばい、サイン会の件確保してるでって。ナイス顔が小さい、ありがとうありがとう。言わせてる感言わせてる感言わせてる感。そろそろ支払いしなきゃ。そうだよ、支払いだけはね忘れちゃダメだよ。あのメルカリでサインは買えません。私のファンの方にそういう方はいないです。器は大きい小さい大きい質問答えてくれてありがとう。いいえいいえ、ハルのサイン会楽しそうな予感です。私もすごく推しだって。
顔が怖いって本当に？全部大切に保管しますって優しいね。今日のショールーム中にハルルに覚えてもらうのが本日の目標。それは厳しいかな。握手会のためにバイトしてるって。心が。嘘、冗談。覚えたよ。でも、嬉しいもんだ。あのさ、ショールームで名前覚えてもらって。やっぱ嬉しい。香水使えますかって。使ってるよ。香水じゃないけどボディミスト。嬉しい。握手会行きたい。私がさ AKB さんを好きやった頃ってショールームなかったの。だからさ、わかんないんだよね、その感覚というか。私握手会行った時にさ、すごい覚えてもらいたい派やったの。名前めっちゃ覚えてもらいたい派やったの。サイン会っていつやったっけね、忘れちゃった。49枚目の方だよ。でもすだから私ツイッターしてないです。誰の握手会行ってたのって。渡辺美雪さんと山本さやかさんとかみるるんさんも行ってた。だからさ、ショールームの感覚がいまいちわかんないんですよね。マキさんありがとう。ショールームあがいてるし、推しが見れる機会が増えるのは嬉しい。それはね、なんとなく理解してる。 NMB さん推しだったんで。推しとしては AKB さんのチーム B さんが箱推しでした。でもエレピョンさんとミルキーさんは好きでした。時代も変わったよね。でもいいよね、ショールームって。すごい。聖子さん、はじめましてですって。ありがとうございます。ショールームってさ、普段メディアに出る機会が少ないくなってしまうメンバーさんのこともしっかり見ることができるから、そこでチャンスが、なんだろう、今まで以上には、今までよりは平等になったというか、なんかやっぱさ、メディアに出ないと知らないって。まあショールーム見てる人も正直限られてるのは限られてるけど、今まで AKB のファンの方の中でも露出が少なかったのが、今はショールームがあるからさ、ファンの方にはとりあえずショールームをして知ってもらえること、知ってもらえるのは知ってもらえるから、総選挙とかに関しての平等性はなんかショールームが始まってからの方が平等性はあるのかなって思いますね、私は。うん、チャンスの幅が広がったって。ショールームやるまでは一般の方に知ってもらうにはやっぱりさ、一般の方っていうか AKB ファンじゃない方、 AKB ファンじゃない、例えば吉田あかりさんが今たくさんいらっしゃるような 女性の若い層の方とか知ってもらうためにはさ、指原さんみたいにたくさんテレビ出たりしないとなんかもしれへんけど、そこまでにつながる道が今までやっぱりなんだろう、まあ、劇場があったけど、まあ、有利な子不利な子っていうのが今まであったけど、そこまでの道がさ、ショールームができてからね、平等にファンの方に握手会に来てもらえるとか、まあ平等になったよねって思いますね。だからいいことだなってすごい思います。私はだからショールームができて嬉しいなと思います。幸せな時代に入ったなって思います。はい、ショールームでハルルしたって全然泣いてないよ。頑張れって全然大丈夫ですよ。ハルルンスナイデルとか好きそうだね。好きだよ。まあなかったら知れなかったね。まあやっぱり、まあでもマイナスなこともあるけどね。やっぱ常にやってると、うん、墓穴を掘りやすいというか。
ね。でもそれだけショールームもなんだろう、ちゃんとプロの意識を持ってというか、ショールームやるときもショールームやからって手抜いたらあかんなっていう、手抜かへんかったら自分にとってプラスなことになるし、まあでも手入れててもさ、なんかなんやろね、ちゃんとやろうって思っててもやっぱずっと話してるとやっぱ話す内容もなくなってくるし、大変なこともあるけど、まあでもね、力みすぎてもね、でもね難しいよね。手を抜くっていうのは例えばって、まあ、ショールームやからって、まあ、SNS やからテレビ出るときはさ気張るやん、みんなテレビ、今日はテレビだって、そういう気持ちも なく、あショールームやろうみたいな、それはダメだねって話、それはダメだよねって、ショール、たとえショールームとしてもあショールームをやろうっていう気持ちでやらないと仕事の一つだからって私は思うかな。あ、まあ楽しんでる、そう楽しんでやるのが一番やけどね。でもテレビとか出るときもやっぱ楽しんでる子の方がよく見えるような気もするし、プロショールーマーって褒め言葉かなそれ。かっこいいって言われた。ショーだからねってせやな、褒め言葉な。プロってみんなプロやけどな。もうアイドルになった時点で全員プロやと思うけど。考えがしっかりしてはるって本当に？毎日のようにやるだけでも大変だよねって。ねえ、コメント読むだけじゃあかんしね。悩むよね。悩むよね。ほんと悩むよ。ニトモの赤さんありがとう。悩める乙女だね。ほんとに。困るんだからもう。ハレルの目指してるところはどこって。目指してるところ？難しいけど、やっぱり、私は、誰もが知ってる人にはなりたいなって思う。やっぱり。でも自分が向き不向きのジャンルは今分かんないから、モデルさんを服好きやからモデルさんやりたいなって言ってるけど、別にモデルさんじゃないと嫌っていうこだわりはないかな。 AKB 選抜目指そうよって。あ、目指してる。めっちゃ私はなんかセンターっぽくないのも分かってるから、別にセンターは目指してないけど AKB の選抜には入りたいなっていう気持ちはある。グラビアもバラエティもやりたいよ。別に、何やろ、別に ST のセンターは自分向いてないし、支える側に回りたいなっていうのは思ってる。でも AKB の選抜にも入りたい、それは別に AKB に入りたいっていう意味じゃなくて、 AKB グループとしても必要な人になりたいっていう意味で入りたいと思う。なんか別にそんな入りたいっていうよりはね、 AKB グループとして必要って思われてる子ってことじゃん、AKB の選抜に入るってことは。だから、そういう意味で入りたいかな。ショールーム時代に始まった STU がどうなるか楽しみでね。時間ね、これでね、見えてるから、ありがとう。大丈夫だよ。もうすぐ終わるって、そう、もうすぐ終わります。はい、もうすぐ終わります。ごくごくうまっ。うまっ。じゃあ。次はいつやる？明日。明日やります。今晩はいくら丼にしよう。いいな、それ。私が持ってるクッションかわいい。これ枕なんだよ。枕なんだよ。そう、枕なのだよ。はい、じゃあランキング読みまーす。
りょうたさん13位ありがとうございます。12位りあさんありがとう。11位カツ丼くんありがとう。10位えんげありがとう。9位、読めない、トシありがとう。8位カツヤさんありがとう。7位しょうちゃんありがとう。6位やっちゅんありがとう。5位大輔さんありがとう。4位りょうちょありがとう。3位大輝さんありがとう。2位シャルゴさんありがとう。1位マサールかな、ありがとう。はい、ではありがとうございました。今日も楽しかったです。皆さん48枚目のシングルが再販、願い事持ち腐れが再販キャラアニさんにて握手券再販しているので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで終わります。じゃあね、バイバーイ。おやすみ。おやすみって時間でもないけど、バイバーイ。